36です。おね。ガチャ。純正 4.5J のタイヤが、ブリヂストンスニーカー、16580かな、まあ、標準サイズに近いやつですね。16580-15で、こっちが履かせるやつ、例の BM の、6.5J15インチで、オフセットが47とかだったかな。で、今回タイヤはこのピレリの P6000 にしました。これでもね、中古だったんですけどね、安かったんですよ。去年製造だったかな、去年製造だけど、2本で8000円っていう破格でした、ね、結構太くなるんですよね、こう比べるとだいぶ太い。どんな風になるかちょっと心配ですけど、やってみましょう。 PCD を、開けてもらったドラムで、前の動画見たら分かるんですけど、あの純正の PCD134 ケツだとこの穴の位置がね、かぶっちゃう、どうやってもかぶっちゃうんですよ。こいつに開け直そうと思ったんですけど、まあ、穴埋めて開けたりするのは無理だっていう話で、アメリカからブランクスのドラムを取り寄せまして、でそれに PCD120 で、今回の BM のホイールが履けるようにしてもらいました。なわけでちょっとね、組んでみます。仮組みしてみましょうか。今ちょっとね、ドラム中身入ってないんですけど、仮組みしてみたんでタイヤはめてみます。ドラムの一応中空っぽなんだけど、仮付けしてみました。いい感じにね、来ましたね、いい感じ。結構ね、そうだいぶ後ろのタイヤが太くなってるんだけど、分かりにくい。ただその分かりにくいのがいいっすね。ほら、だってマッドフラップからだいぶはみ出てるからね。ローダウン、まあローダウンちょっとしてるんですけど、そんなにこう下品な感じの車高でもなくて、なんかあのヴィンテージカーらしいタイヤの収まり方っていうか、すごい僕好きな感じ。いや、いい感じですね。おお。でね、やっぱりっていうか、ちょっとクリアランスギリギリの箇所がいくつかあって、
ここの奥にねちょっとネジが1個いるんですけど、それがねちょっと干渉、まあ干渉してないですけど5ミリぐらいしかクリアランスがないから、そこ削ってやった方がいいかなと思って、このね太鼓等のクリアランスはもうきっちきち。いやー、あとはちょっとね取り付けて走ってみないと分かんないなってな感じでした。無事に取り付け確認できました。あ、ちょいちょいちょっと本当ミリ単位でね、マフラーの、CSP のマフラーここに縦にこう入ってるんですけど、それとのクリアランスがもう本当何ミリかなんで、まあちょっともうちょっとこっちのタイヤから離した位置にねつけれそうなんで、ずらしてつけて、ホイールの向こう側にいるね、あのなんだろう、あれなんかプレート止めボルトナットが長くて、であがんでボルトちょっと短くすればクリアランス全然取れるんで問題なくつきますね。でね、やっぱねこっちのこの純正ホイール、これ 4.5J の15 でスニーカーのタイヤ1658015を履いて、全然こっちのやっぱアルミの方が軽いですね。もう持っただけで分かります。多分ね、あのバネ下軽くなるんで走行面でも機能的にアップするんじゃないかなと思います。でね、ブレーキシューとかなんだかんだいろいろちょっと整備しようとしたらもうちょっと走り出すのがね時間かかりそうなんで、まあ年末までにちょっと様子見ながらじっくりねいじくろっかなと思ってます。いやー、しかしね、あのアクセルナットねやばいですね。なんかほらトルクなんとかっていうね、ああいう固着してるネジ回す道具がありますけど、これがあった方がやっぱ楽かも。折れましたからね、回すやつね、あれなかなかでしたね。なんでね、ちょっとまだあのガレージ入っちゃってて全体のバランスがいまいち分かんないんですけど、よければ年末ぐらいに動かせるかなと思うんですけど、ちょっとね仕事やりながらのビートル作業なんで、ただありがたいっていうか、今お客さんの車をね、あの丸ごと預かりでっていう仕事が入ってないんで、ガレージが自分のために使えるんでね、ちょっとゆっくりやってみようかなと思います。また撮れたらアップします。では。